すべて話します。騙された聖夜。全国放送の番組で、カブスとの交渉を暴露した鈴木聖夜選手。ロス監督に現地の気温を聞くと、シカゴは寒くない、広島と愛知、二度の違い、と言われついていくと、くっそ寒い現実を知る。嘘つき監督、というと、お前が欲しいから嘘ついた、と言われたらしい。調べればわかったやろ。星野も金本を取るときに、工事で来年からは浜風がなくなるって嘘ついたらしいよね。交渉席での嘘は万国共通なのか。くっそ寒いし、雪も降るぞ。大先輩の黒田に聞いとけよ。欲しかったなら許されるか。聖夜の絵が中田っぽく見えるのは俺だけか。奥さんに聞いとけよ。立浪、名古屋港は太平洋より暖かいぞ。まあ、聖夜は天然だから仕方ないよね。向こうでも楽しくやってるようだし。名古屋は暖かいぞ。ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ。高評価もぜひ、よろしくお願いします。